デリファン・アンジョルラス、デルフェン・アンジェルラス、1857年5月13日から1945年12月23日は、フランスの画家である、アカデミック美術の画家の一人とされる。室内で、ランプの光に照らされる、着衣の女性というテーマで描くのを得意とした。アルデシュ県のククロンで生まれた。母親を早く亡くした後、家族は、ランゴニュに移り、 ルピュー・ヤンブレの寄宿学校で学んだ。画家を目指し、パリに出て、工芸学校で、水彩画家のガストン・ジェラールに学び、エコール・デ・ボザールで、歴史画家のジャン・レオン・ジェローム、ギュースター・ブ・クロード・エティエンヌ・ヌクルトは、パスカル・ダニャン・ブーベレといった画家に学んだ。1889年にエコール・デ・ボザールを卒業し、高校の美術教師になることを勧められたたが、画家となることを選んだ。 パリで苦しい生活をした後、ルピュヤンブレに戻り、街の周辺の風景画を描いた。風景画を描いていたが、1890年代の終わりから女性の人物画をもっぱら描くようになった。1890年からサロンド・パリに出展を行い、1901年にフランス芸術家協会の会員になった。ありがとうございます。